はい、あれです、ダイエットスタートします。今日から、高須財南スキースノーボードのチャンネル、ちょっとね、コブ斜面スキースノーボードでコブ斜面滑るために、体重をね、今から、ね、体重計かかりに行きます。でそっから3ヶ月以内に60キロ、60キロ台にします。今ね、多分、78とかです。で、今日が2024年の9月23日です。はい。ちょっと待ってね。はい。23日、月曜日の祝日。で、3ヶ月後って12月21の土曜日なんですよ。この時に達成したかどうか測ります。はい。3ヶ月っていうのは30日かける3でやりました。そうすると12月21日になりましたので、この時にまた撮影します。で、今日ね、もう悔いがないように、いろいろ食いました。スシロー、ラーメン、マックね。で、モスバーガー。で、ラーメン屋もこの後行こうと思ったんですけど、今ね、もう夜の、9時前なんですよ。まあ、ちょっとね、まあ、食えんことないけど、まあ、やめました。じゃあ、ちょっと体重ね、体重を見に行こうかなと、思いますね。ちょっと汚い洗濯物が起きて、ゼロじゃなくなっとるな、こうか。今ここで測ってますね。真上。ここは今ゼロだね。よし。乗るぞ。あ、ちょっと待てよ。スマホが何キロだ？スマホほぼゼロか。スマホほぼゼロだな。肉眼で見るのと違うな。ここは今ちょうどです。はい。じゃあ乗ります。格好はメガネつけて、T シャツつけて、パンティーつけて、スマホ持ってっていう感じで行きますね。78か。77.5? 77.5 だね。77.5。こっからスタート。だから、7キロ半落とせばいいのか。できそうだけどね。でもいつもね、72キロまで落として、リバウンドで戻ってるんで、ああ、でもね、戻したいです。65キロぐらいになりたい。もう2、30年70キロ台から落とせてないんで、頑張ると思います。応援してください。その本当にやるよとかね、そういう気持ち、そういう感じで見てほしいんですよ。じゃないと俺リバウンドするんで、絶対。だからその2、30年達成してないんで、痩せたいと思ってても達成できてないんで、見張っとってください、はい、でこの日にね、必ず忘れなければっていうか、忘れはしないですよ。そのちょっと時間があれだったら、12月20日、ああ、これ、出勤だな、多分。出勤の可能性がある。だからこの前後にまた測りますよ。土曜日が無理ならね。はい、ということで、頑張ります。よろしくお願いします。じゃあ。